オよりお届けしてまいります。解説七海さん、実況こんにちは、こちらこそよろしくお願いします。前半ゲームはスタートしています。ゲームの序盤どう動いてくるんでしょうか。モンテーロへ、このパス超えるか、サイドから一気にチャンスになりそうですね。ここはクリアします。ラメラ上がっていきます。ここで受けるスローインです。手を使います。長いボール裏へ落とす。ペレイラ、ボールを奪えるか。スペース出ましたね。サイドのスペースを使います。自分で行くチャンスですね。ボールをコントロールする、シュートレンジです。どうする、このボールは中村、ここはクリアします。このボールはカットです。ここはまだ始まってお互い様子見といったシーンが続いています。ちょっと危ないぞ、このパスは。15分が経過、前半です。非常に落ち着きのある試合という印象ですね。なるほど、両チームシュートもありませんしね、こうなると先にリスクを犯して出てくる方、ゴール画面後、ここで先制。この位置でフリーで打たせてしまってはいけません。ボールをもらうまでの駆け引きが非常にうまかったと思いますね。さあ画面後、先制1対0です。これで優位な試合運びができるんじゃないですかね。そうですね。しかしまだ1点差ですから安心してはいけませんよね。はい、ペレイラ味方を走らせる。さあボールが抜ける、絶好の位置だ。ペレイラ、ボルハ・ゴメス、ラメラ、ワンツー抜け出すか。出ましたね。ここで受ける、コーナーキックです。前半最初のコーナーキック、ちょっと変化つけてきましたね。チャンスになりますね。シュート、ゴール、画面後リードを広げました。いや、今のシュートにつなげるファーストタッチ絶妙でしたよね。まあファーストコントロール、トラップからシュートまでの流れ、ゴールのイメージ、はい、この辺がイメージ通りということでしょうね。そうですね。ジェブー、今日2点目です。あっと倒された、 PK です。ここで PK、 具体的な場面を作られてしまいますからね。これを決めれば追加点、冷静なキックで追加点、冷静に押し込みました。キーパーこれ読んでたんじゃないでしょうかね。ギリギリ決まったっていう感じですよね。画面最初にリードしてさらに2点追加しています。どうだ、パンチング、チャンスになります。ディフェンスの
ね、前を向かせないポジショニングとそれからボールを取りに行くタイミングがうまかったですね、うん、そうですね。森島硬いディフェンス、滝谷ボールは収まりません。今のところ3点ビハインド、ゲームの主導権を相手に握られてしまっています。ここはつながりません。切り返して絶好の位置です。シュート、フラメンゴとしてはここは拾いたい。ここは先に触ります。このパス抜けてきます。このボールはシュート、ゴー。どこまで点差を広げるんでしょうか。たまたまではないでしょう。ポジショニングの妙、こぼれ球を押し込みました。やはりゴール前の嗅覚ですかね、はい、相手より早く反応する冷静な。ここでレフリー笛を吹きました。前半が終了します。さあ後半、セルギオ・エスクデロ縦にボールを送ります。サイドのスペースへ走らせる。まだありますね。上げる、滝谷シュート、クロスから頭で合わせましたが及びません。ビレムス非常に集中していると思いますね。抜けてくる、コースが空いたが、シュート決めた。フラメンゴ全く手を緩めません。いやー、ドンピシャなタイミングでスペースを生かしましたね。最後ディフェンダーのアプローチが甘くなってしまいましたよね。まあでも相手のパスも見事でしたけどね。さあフラメンゴ圧倒的な強さを見せています。いいパスですね。青山、ターラム、スルーパス、さあ抜け出した、ボールつながります。ギリギリのところ抜けてきましたね。森島、ゴール。思い切り振り抜いて打ったボール、ゴールネットに突き刺さりました。素晴らしいシュートでしたよね。一矢報います。ペー、できるか。このボールをカットします。青山、ビレムス、スローインです。まあ、ちょっとわからないですけどね、まあ、僕的にはよりボールに絡んでいけということだと思いますね。ホンダ、石原に渡る、フリーになった。強いですねここは。中村健吾、裏に味方を走らせる。本田へ、ラインの裏狙いましたね。これは繋がりませんでした。後半22分になろうというところ。ジェルビーニョ、ここで受ける、主審よく見ています。これはファールです。直接か、林止める。いやファインセーブですよね。素晴らしいですよね。
落ち着きません。かなりプレッシャーかけてますね。さあ残り15分切ってきた。クラマ裏のスペースに置きに行く。ビレムス、さあジェルビーニョへ。ジョナタン、残り10分を切ってきました。展開ですね。このボールに触ります。で青山、目まぐるしくボールの持ち主が変わる。後半残り5分を切りました。絶妙ですね。と呼んでいた。これは奪い返します。石原、自分で行く。石原へ。中村、ジェルビーニョ、ここは読んでいました。上です。5対1、大差で敗れました。